今日の谷垣総裁からのご挨拶でありますけれども、今日の参議院本会議で、まあ、経てですね、まあ、先方もいよいよ総理を辞められるということでありましょう。しかしながら、どうなっていくかについては分からない。その上で我々は戦っていかなければならない。そして例えば私学助成に関係してですね、まあ、復旧のための助成でありますけれども、まあ、進んでいない、向こうの表現では努力するという言葉しかないけれども、それについては後ほどちょっとご紹介します。腰が入っていないということで、民主党の対応に大学総裁は、まあ、批判をされたということであります。それから幹事長は今日は代理で田野瀬代理からのご報告発言であります。国対の方で二重ローン、私学復旧助成法、それから原発事故の調査員の設置に関してのご尽力に対してまず感謝、それから今後であるけれども、民主党の代表選が行われれば、来週30日の火曜日の8時から、全議員支部長懇談会を開催する、そして今国会の総括などを行いたいとしている、よろしくお願いしますという話でありました。で、今日は実は冒頭に参議院の脇さんから国会対策のご報告をいただいた、その中身ここでご紹介をしておきます。まあ、本会議は若干時間が変更してずれ込んで迷惑かけたという点と、それから二重論対策、私学復旧の助成法は、まあ、被災地の実態を見れば何としてでも成立させて、たいが、政府与党のですね、対応が悪い、そして与党の誠実な対応はないけれども、まあ、我々の主張が示せたところであって、まあ、不本意ながらの採決ということである。そして今日の本会議をもって、通すべき法案は全て通したので、あとは来週の会期末処理が控えることになる。それから相沢国対委員長の方からの報告として、昨日の野党国対で、次期臨時国会について調整を行ったところである。与野党国対を開いて、臨時国会は可能な限り早期に開くことで、全野党の国会は一致をしているところであり、その点について与党に申し入れたということであります。新総理が、まあ、9月21日の国連総会の出席、これが前提となるのであるならば、その前に所信演説、代表質問、衆参予算委員会の開会、これを要請したところである。それから安住国対委員長からは、次の執行部にその点を伝えるとのことで、ありましたが、まあ、民主の新たな執行部ができるならば同じ手続きを取っていきたいということであります。それから二重ローン、私学普及助成法、自己調、これらの3点についてのですね、民主党からの、回答といいましょうか、確認書がございます。そのやり取りについてペーパーがありますので、後ほど貼っておきますのでご参照ください。それから今日は議員立法などを含めて、3本ございました。まず1本目がですね、審議会などの存続期限の設定、これはいわゆるサンセット法案でございまして、審議会とか特別助成金であるとか、それから税ですね、暫定税率なんていうのもいろいろさまざまございますけれども、これらをですね、一つ一つの事業仕分けといったような不毛なことをするのではなくて、むしろシステムとしてこの期限を何日までにすると設定した法律などで、もう期限が来てもそのままになっているというような法案、法律をですね、あぶり出して、そしてそれをシステムとして、サンセット、つまりこれをもうやめるということを決める、もしくは決めるための議論をする、そういったことを仕掛けとしてですね、仕組みとして取り組んでいきましょうという議員立法であります。秋葉健也、柴山雅彦、彼らの議員
議員立法でございます、承認をいたしました。それから国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、中谷衆議院議員から議員立法としてご紹介をいただきました。これは実は私は会長代理を務めております議連が準備をいたしました議員立法でございます。来年がですね、ちょうどサンフランシスコ講和条約の発効からちょうど60年を迎えます。そして、その4月28日にこのサンフランシスコ講和条約が発効したことによりまして、連合国によります占領が終わったというその日でございます。その例の竹島の問題もこのサンフランシスコ講和条約の点で不利になると判断をした韓国側の李承晩がですね、そこでリラインを設定するのがこのサンフランシスコ講和条約発効の約3ヶ月前であります。沖縄の位置づけ、これは島地理先生からもですね、沖縄についてはその後も占領状況が続いたのであって、そのところを忘れないでほしいという点の指摘もございました。依然しましても現下で起こっている、竹島の問題、尖閣の問題、これらもすべてですね、このサンフランシスコ講和条約、つまり戦後の処理における位置づけ、がですね、このままそのまま流れて60年が来年で経とうとしているわけであります。議員連盟の中でもいろんな議論がございました。それは記念日としてお祝いをするのか、もしくは祝日として、祝うのかという方法論でございました。でまた今日も総務会で出たんですが、そもそも日本は祝日が多すぎると、そこにまた加えるのはいかがなものかということも、祝うことはいいけれども祝日とするのはどうか、まさにそここそがですね、これを祝日にするしないも含めてですね、我が日本人はですね、もう一度主権とは何か、そして戦後何があって何をしなかった、もしくは何をこれからすべきなのかということをですね、国民 改めてですね、このことを考える、そして今後の方向を描いていく、これらのことこそが今この日本にとって必要ではないかということでございます。4月28日を休みにして、ゴールデンウィークをさらに充実させようということではございません。今の多くの子どもたちはですね、日本が戦争した、それもアメリカと戦争したということさえよく知らない子どもたちがいるのも現実でございます。これらのことを考えるならば、日本の教育はどうあるべきなのか、また主権を守るためにはそのための国防をどうすべきなのか、とうとう、領土を守るためにですね、中国が空母を作ってきているけれども、ではどのようにすべきなのか、根源的な話がこの4月28日の祝日化ということに実は含まれているわけでございます。今民主党これからの代表選でございますけれども、国の在り方をどうするのかという根本的なことを論じるべきであって、小沢さんに近いとか OK もらったとか、そういうのは技術論ではないかと思っておりますが、これらのことについては本質、多くの国民はこのまま日本は大丈夫かと思っているので、それに応えるべきではないかと一言私から添えさせていただきます。3本目はですね、これは広告でありますが、自治基本条例に関する論点整理ということで、坂本 PT の座長から報告がございました。今日本には日本の各地で自治基本条例なるものが各自治体の議会やその首長によって進められ、またすでに各地で採択がされているものでございます。そこで国民投票ならぬ、住民投票を可能とする
まあ、16歳以上のものとかね、ここには国籍要項権が入ってなかったりするわけでございますが、まあ、これも一つ国の形のあり方の地方版であろうかと思いますが、そういうことは自治をのことを真剣に考えるのはこれは当然ではございますが、このまま進めさせていってよいのかどうかということで、現状がどうなっているかの報告がございました。この3本でそれぞれ、まあ、最後は報告でございましたけれども、日本の議員立法が、了承をされ、そしてまた2本目の、4月28日の件ではございますけれども、これはまず我が党としてですね、了承をし、そしてこのあと衆議院の議長の方にこの議員立法として提出をするということでございます。今日の総務会は以上でございます。はい、はい、共同通信嬉しさ、はい、ちょっと飲みすぎたんじゃないの、そこ飲みすぎではありません。飲みすぎではない、改めてですが、菅南総理がですね、今日正式に退陣を表明するということで、まあ、退陣の意向を表明されてからの3ヶ月近く経つのですが、まあ、一応今日正式にということで、まあ、1年3ヶ月近い政権を振り返って、今の会長の所感をお願いします。やはり一言で言うと、国家間なきリーダーに国を預けるとこのようなことになるということを証明したのではないでしょうか。市民運動家としてのですね、限界、このまたこの間における、各種のですね、やりっぱなし、これらが日本のですね、まあ、日本という偉大なる国家にとってですね、大きな傷になったと私は言わざるを得ないと思います。それからその前の鳩山総理もしかりでございまして、むしろ日本をもてあそんだ2人と言わざるを得ないのではないでしょうか。一日も早く辞めてほしいということは民主党の人でさえ言っていたわけであります。まあ、振り返るのも、なんだか、まあ、私とこれまで振り返ってみてですね、まあ、やってはいけないことの事例がたくさんあるので、その意味では参考になるかなと思っております。私なんですけども、民主党代表選なんですけれども、総務会長ご指摘のとおり政策論争というよりは、まさにその野沢元代表の処遇をどうするのかということで、各候補放送しているように見えるんですが、この自民党内でですね、新政権とそのこういう新政権、まあ、どんな政権になろうと対決姿勢を強めていくべきではないかという意見が強まっているように見えるんですけれども、改めまして、総務会長の新政権との付き合い方についてお考えをお願いします。はい、どういう方が選ばれるかというのは一重に民主党の内部の話でございます。まあ、私はこれまで指摘してまいりましたように、誰がではなくて民主党がということが一番の大きな問題であった。それは政党としての体を成していない、決めることができない、そしてそれを実行することができないということで、この鳩山間の間続けてきた日本の迷走になったわけでございます。まあ、これからどのような方になられるのかにいずれいたしましてもですね、誰がなっても基本的には同じだろうという見方であります。総務会の前に政府会長でいろんな議論もしたところでありますけれども、まあ誰でもどうぞと、それよりも早くこの民主党政権を終わらせることが日本にとってのベストソリューションであるということでございます。ちなみに私はリビアに行ってきたわけで、そして8月初旬に行き、そしてこの数日でですね、大きく戦況が変わっておりましてね、で、まあ、これからリビアの新政権をどうするかっていうのは、これ世界の注目なんですね。でリビアにはですね、いろんな部族がたくさんあって、まあ、130とも140とも言われている。で主要部族っていうのが約30あるんですね。でその30の部族をですね、
のそれぞれこれからどうやって彼らの意見を取り入れていくのかっていうのが新政権を作る際のですね、実はミソになっているんですね。でそれからの中にはですね、地域によっては、イスラムの原理主義者アルカイダ系とも言われているんですが、彼らも実は反体制側として一緒に戦っていたので、それの果実を望むというような話になるとですね、結局今後のリビアが国際舞台にまた復活するにおいてですね、アルカイダ系が入ってきているなどということになると、これまた各国、そこで考えるわけで、まあ派閥もグループも部族だと考えると、どのような新体制の、構成にするのかっていうのは、これはまあリビアとあんまり変わらんなと私見ていてですね、まあこれから私は両方をウォッチしていきたいと思っています。まあ、リビアは今もう銃がですね、もう市民にまで渡ってしまって、これから報復合戦などが始まるとですね、実際の弾が飛ぶんですね。まあ、大体 AK-47 という、まあ、いわゆるカラシニコフですけれども、これらが蔓延してしまって、まあ、日本は AK-47 ではなくて AKB-48 で非常に平和ではありますけれども、まあ、これからそこで、部族を入れなかった時の報復がどう行われるのかとかね、まあ、意外とリビアと似てるなと思って見ております。とはいえ、リビアの、それから今猛烈な勢いでこの国際的にはこのリビポストカダフィ体制ということで、まあ、注目されている。多分でもポストカンで世界的にどれぐらい注目されているかって言ったら、多分またやってるんですかっていう、そういう話じゃないかな、客観的には、そういうふうに、思いますけれど、まあその中で国際政治は動いてるんですね。代表選があろうとなかろうとですね、国際政治は動いてます。9月1日にリビアの会議が多分パリで開かれるんですけれども、多分好意の人は行けない、だってこういう状況ですから、もしくは外務大臣が決まらないというような話になって、一体どうするんですかね。こういうのが一つの例としてですね、この間、まあ、代表選している間だけでなくって、この鳩山政権以降ですね、もう外交の舞台から日本は姿消していたと言っていいと思いますよ。でそれから、まあ、リビアの資産凍結っていうのを今解除するという方向を、どうやって解除するのかっていうのを模索しているので、今日の新聞読んだら、日本はまた新たにカダフィ資産を凍結って言って、3週遅れって私言っていたのは、実は5週遅れだったっていう話じゃないかとこう思います。まあこれからの民主党の代表選が世界からの嘲笑の的にならないことだけを祈って、これ以上日本を傷つけないでほしい、そういうことであります。よってどのような対応にするか、そのことは注視、これからの民主代表選も注視していかなければなりませんけれども、基本はですね、もう誰がなってもアウト、早く民主党からですね、政権を奪取しなければこの日本が持たない、よって解散総選挙を誘発するための努力を重ねていきたい、これにつきます。NHK ですけれども、最初 の総裁の総務会での終わりですけれども、総理が辞めることになれば、これからどうなっていくかわからないというのは、民主党の新政権がどういう政策をやっていくかわからないというふうに思ったということです。あと、そうだと思います。そうです、はい、あと、我々は戦っていかなければならないというところは、何をどうして戦っていくというご紹介はあったんでしょうか。主語はですね、我々で、動詞は戦う。で多分オブジェクト、目的語は民主党と、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい。